皆さんどうも、タイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは必死のドラ、絶対に下方必須四天王をやっていきましょう。はい、下方必須な四天王ですね。いや、まずはクイーンビーでいきましょうか。このキャラは絶対に調整されなければいけない。ちょっと強すぎる。オーバーパワー。本当に、なんだろう、なんですぐ下方されないのって言われ続けてるキャラ。その4戦やっていきたいと思います。今現状、まあ4か5強かなと思ってて、個人的には4、まあ4強なのかな。圧倒的に飛び抜けてるのが、まあ5と言っても過言ではないかもしれないけど、ちょっとね、迷うところではあるんですけど、はい、イカ倒した。あれ、なんか普通に終わっちゃうぞ。なんだこれ、終わってしまう。このままでは。おお、キメラ横当て、うわ、できてない。キメラの横当てはできてないが、ただキメラをしっかりうまく使っている。倒していく。ちょっとなんかクイーンが何かしたとかいう感じじゃない。なんかこれスルッと終わっちゃったな。スルッと終わっちゃいましたね。なんか、なんて言うんだろう。ほら、クイーン B 最強でしょっていう感じではなかったんですけど、まあ強いことはみんな知ってると思うんで、まあいいんじゃないのって感じで。はい。あれ、ずれちゃった。まさか勝つんじゃない？ワンチャン。惜しい。引っ張って、ブチ切れが終わるぐらいで、まさか召喚して倒す。はい。というわけで、完勝ですね。はい。いや、なんか、クイーン同行ではなかったですね。まあ、とりあえず今回はね、四天王の紹介の話になりますんで、まあ、いいんじゃないでしょうか。というわけで、一戦目完勝ありがとうございます。もう一気に大型戦、仕掛けたわ。はい、それではね、2戦目いきましょうか。2戦目はね、こちら。個人的には、まあもちろんクイーンとか、ね、バスとかね、いろいろいると思うんですけど、個人的にはこのキャラ一番下方してほしい。ちょっとね、積むことが多くて、出されて一番、まあ、個人的なね、個人の話だけど、一番面白くないって思っちゃってるキャラが、チビグリ。まあちょっと強すぎるんだよね。行きましょうか。まあ、チビグリだけで大型やれちゃったりすることもあるし、火力がちょっとおかしいんですよ。で、倒せるキャラが、まあ、一部のアンチキャラでマリオネットとか、まあ、あとはベイビーとか、まあ、いるっちゃいるんですけど、そのキャラ以外の場合、なんかチビグリを倒す前にやられちゃって、で、運よく相打ちしても相手サボテン残るんだよね、みたいな。そんな感じ？結構やってることを、あ、最悪だ、それ。とりあえず、まあ、潰せないよね、と。さあ、そんな話をしていたら、まさかの、お相手からもチビグリが来ました。このチビグリのね、火力がね、とんでもなくてね、死ぬんだよね。キャラが。これもうパンダ出しちゃおうか。ちょっと助けようか、さすがに。さあ、吸い込み、決まっていく。素晴らしい。このね、サボテン自体もね、やれるんだよね、実は。はい、クイーン出して、やっちゃってくださいよ。ほい！はいはいはい、無理やり倒しに行く。はい、無理やり倒していく。もうガンガン回収して。UFO で、頑張ってほしいよね、正直。チビグリがね、お相手のチビグリが無双してるわけなんだけど、できれば、頑張ってやれるとこまで行ってほしい。間に合い、パンダ、オッケー。ただ、チビグリが強すぎてパンダ狩られるぞ、危な！いやー、最悪だね、それ。一応、
ここね、ちびぐり横当てもできるんですけど、パンダ流れちゃったね。さあどうかなこれ。まあ、ちょっとね、こいつは倒してもらわなきゃいけなくて、倒した。で、UFO で持ち上げて、時間稼ぐ。さあとりあえずダメージ超えてほしいね。超えそうかな。お相手諦めてるっぽい。ああ、諦めてましたね。はい。というわけで、落城勝利です。ありがとうございます。もう、お互いにチビリが出てきて、もうなんかよくわかんないことになったね。はい。それでは、やっていきましょうか。みんな大好き、サキュバス。やっていきましょう。UFO サキュバスだから、結構やってることエグいよ。虹バッチ引いちゃおうかな。いや、大型はね、2本欲しいんですよね。さっきの虹は来ないなぁ。ちょっと気になるからこれでいっちゃおうかな。サイの虹。サイの虹もね、めちゃめちゃ強いんだよね。さて、お相手はしました。あのバサカが天才的に第一行ってくんねえから、相手の。うわ、行った！チャンスある、これ。取れちゃうよね、これ。天才すぎる。でもこれ消されてるんで、ロックも置いてあげて、助けてあげて。ここもさっき行こうか。何やってんのー？めっちゃなんか、やってるサキュバス、頑張ってちょうだい。お願いします。ほい、ポッセ、サキュ、重ね。いや、これ、勝てなそうだな。これ、かられそう。サキの回収はするけど、ここナスだね。ここナス。で、ダメージ入ってるね。オッケー。で、いい感じにやりきってほしいんだけど、はい、サークで止めて倒した。 OK、 UFO がめちゃめちゃ頑張ってるよ。そのヴィーナスやっちゃって、お願い。いいよいいよ、全然いい。サークはその通り落ちて、頼む。超えないで、危ね。なんとかした。さあ、ヴィーナス寄ってくるからね。こいつ結構上下動くんだよね。はい。というわけで、干渉じゃないでしょうか？おそらく。突き上げてもいいぞ、お前。倒した。オッケー。吸い尽くした。あー、落ちてしまいましたが。いや、まあ、めちゃめちゃ強かったんじゃないの？ポセイドン全然ね、最初にスキル出なかったからやられちゃったけど、なんとかなりましたね。はい、それではね、ラスト行きましょう、ラスト。これね、ちょっとね、迷ったんだよ。というのも、4キャラ目はこれなんだけど、5000にしようか迷ったんだよね、本当は。でもやっぱ4000にしました。4キャラ目は、こちら。マミ。このキャラも相当やっちゃいけないことやってると思います。マミですね。はい。で、5000にしようと思ったっていうそのキャラが、実はですね、ゴレガとかじゃなくて、ピクドラなんですよ。ただ、ピクドラって、めちゃめちゃ強くて、本当にね、フィジカルすごいんですけど、まあ、まず出たばっかってとこが1。まあ、それと、ピクドラをやる方法って、実は意外とあるんですよね。難しいだけで、処理が。処理が難しいだけで、実は意外とある。例えば、ピクドラにカウンター使わせてからレードラ召喚して、レードラの無敵時間中にカウンターのね、妖精の加護、精霊の加護か、精霊の加護全部吸い取って、から、火力出すとかね。さあ、ナイス。これやばいな、ここ。あんま使いたくないんだよな、中型。あ、でもいいや、ここ、ユキンコいるから。倒しちゃってくださいよ。OK？ いいんじゃない？十分強いよ。ブーン！よろしい。素晴らしい。トーン！マーミー行ってもらって、上ね、ワンチャンね、銃剣士だけでやれる気がする。UFO が上に行くから。さあ、呪って、呪ったらもうサタン行っちまおうぜ。
このね、硬直中に狙っていく。しかもエルフも合わせて一回で死なないから、このタイミングを見計らって、いやー、オッケー、とりあえず持ち上げて一体倒して、ブーメランが当たらないけど、まあ倒せる。素晴らしい。ここも抑えて、持ち上げる可能性があるからね。持ち上げなかった。じゃあ重検証行こう。持ち上げる可能性があるから、足が遅い重検証をあえて置いて、これで倒す。はい。まあ悪くないですね。で、ここはね、耐えれれば熱い。したらもうロボが置いて、で、後ろは重剣士、エルフ重剣重ね。で、おそらくね、これね、もうね、このマミーが止まんないと思う。こっから。結構エグいと思う、このマミー。でもエルフ回収する必要があんまないから、重剣士でも回収しようかな。この重剣士結構体力減っちゃってるし、エルフ前行こう。はい、持ち上げて、火力出してもらって、あとは干渉狙いだけど、どう？いける？まだなんともいない？さあやっていく？落としてほしいが、さすがに火力が不足しているか？不足している。まあでも、いいんじゃないですか。まあ、だからマミーよりもなんか二次重剣士がやたら頑張った日も見えるけど、マミーもマミーでめちゃめちゃ強かったっす。はい、ありがとうございます。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回やっていったのが、まず1キャラ目がクイーン B ですね。クイーン B はどこに行きましたか？はい、いました。まずはクイーン B。今回は下方しなきゃならないほどね、ちょっとね、オーバーパワーめちゃめちゃ強すぎる、そんなねキャラ4戦ですね。クイーン B と、そしてチビグリ、チビグリ、そして、みんな大好きなサキバス、はい、そしてマミー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 、はい、こいつですね。まあピクドラも迷ったんだけど、まあとりあえずこの4戦かなと思います。はい、ひとまずはね、ちょっとやりすぎかなって思ってるキャラ、最近ちょっと、まあ、頭一つ二つ飛び抜けてんじゃないかなと思います。はい、というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。